小瀬須田先生の日曜日の地球科学、和光大学で一般教養科目、これ人文と社会と、理科系という単位を取らなきゃいけないわけですね。その時の授業が、小瀬先生の授業を私は取りまして、この教科書がテキストでした。当時小瀬先生は柏崎刈羽の原発の、建設に反対して、地元の反対住民の人の、まあ、お宅に泊まり込んで、まあ、地学者として、説明をいろいろなさっていた、ためになった授業ですね。